パイラに入れられたペブレペブレは、コリアンダー、刻み玉ねぎ、オリーブ油、ニンニクと唐辛子の一種である愛、あまり以上から作るチリの調味料である。刻んだトマトを加える場合もある。一般的には、パンに乗せて食べる。肉に乗せたり、チョリパンにも用いられる。ブラジルでは、ビナグレッチと呼ばれる、似たようなソースがあるが、唐辛子が入っていないため、ペブレほど辛くない。 このソースは、シュハスコの最も人気のあるソースの一つとなっている。メキシコでは、やはり似たようなソースがピコデガヨと呼ばれ、コチニータピビルトウに用いられる。ピコデガヨは、玉ねぎ、コリアンダー、トマトから作る。ドミニカ共和国では、ワサカカと呼ばれ、ライムや酸っぱいオレンジの果汁が加えられる。ペバーという言葉は、カタルーニャ語で、広い意味での唐辛子の類を意味し、 この場合は、唐辛子の栽培主愛を指す。チリでのソースとしてのペブレは、サンティアゴを分断するマポチョ川のカセウンガや、護岩堤防、橋等の建設のため、イタリアの建築家、ホアキントエスカの指導の下、カタルーニャ人の技術者や石膏がチリに到着した頃に、遡る。カタルーニャ人の労働者は、コリアンダー、油、塩を使って、主原料の愛、 あまり以上に日なんでで、ペブレと呼んだ。スペインでは、ペブレとは、ス、唐辛子、サフラン、クローブ、その他のスパイスから作るソースを指す。チリのノルテグランデでは、ボリビアのリャフアにより近いソースを指す。ありがとうございます。